つもご視聴ありがとうございます。今日は青森県浪岡の大吉さんにやってきました。メニューどれも安いです。サービスのお漬物もありました。昆布もありました。味噌ラーメン650円。いただきます。650円なのに野菜とひき肉、チャーシュー、コスパ最高です。メンマも入ってますね。麺は中太麺、やや縮れてます。スープ、私の大好きなタイプ、生姜、ニンニクが効いている白味噌のスープ。味噌ラーメンはこの系統のスープが好き。視聴者様に教えていただいたお店です。私の大好きな味噌ラーメンで本当に感謝です。このお店、カウンター7席の小さなお店、女店主が一人で切り盛りしていました。とても優しい感じのおかみさんでした。そして値段が安い。中華そば小450円と2チャーハン250円を頼むと700円で食べられちゃいます。ありがたいお店です。漬物、かぶと、たくあんも美味しいし、昆布の佃煮も美味しかったです。漬物の無料サービスがあるお店大好きです。常連さんが多そうな感じのお店でした。野菜がたくさん入ってます。途中で食べるたくあんも美味しい。話は変わって、最近毎日雪ですね。途中で雨になることも多いけど、雪が降るとやっぱり嫌だなと思います。すぐに溶けてくれてるからいいですが、これから本格的に降り始めると雪かきが大変になりますね。東北地方の人たちは寒さと雪と戦ってて偉いなぁと思います。雪が降らない地方への憧れもありますね。みんな持ってますよね。でも雪が降るから米も野菜も果物も美味しいんですよね。複雑な心境を歌にしたいのですが、ちょっと難しくて、半分はできているのですが、あと半分できてないです。ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。